サイの町。医療日誌によると、私はここに来たことがあるみたい。何か、私自身につながる手がかりがあるかしら。誰か！ねえ、誰か！怪我人がいるの！誰か手を貸して！怪我人ですって。くそ、またか。仕方ねえさ、いたちごっこだ。その話、詳しく聞かせてくれるかしら。お隣の兵どもと小競り合いになってんのさ。ここは移民街で食いぶちなくてな。マシな暮らしをしたいなら隣に稼ぎに行くしかねえ。だがここ数年お隣の脇が固くなってな。それで兵隊さんと揉めて怪我をしたのね。そういうことだ。って、あんた誰だ？移民には見えねえが。私は旅の薬師です。怪我人がいるなら力になれるわ。先ほどの女性はどこに？治療院だ。町の北西にある掘ったて小屋だよ。ありがとう。行ってみるわ。お前ら、いつまで寝てる気だ。寝てちゃ食える飯も食えねえぞ。エドマンドさん、その方は今止血したばかりで。甘いこと言ってくれんな、先生。男ってな、昔から外に出て飯を取ってきたもんよ。働かざる男食うべからずだ。ちょっといいかしら。見ねえ顔だ。なんか文句あるのか。止血できてもすぐに動けるわけではないわ。安静にしなければ傷が開き悪化してしまう。エドマンドさん、僕はまだ骨なし。チンタラやってる暇はねえ。骨があるやつはついてこい。どけ、戦いもしねえ薬師が。痛い。私にできるのは目の前の患者を救うこと。あの薬師に話をしてみよう。
さっきはありがとう。あなたは？旅の薬師です。私も力にならせて。大助かりよ。薬師は私しかいなくてね。これでよしと。助かったわ。まだ気は抜けない。今夜は様子を見ましょう。ええ、そうね。あなた、忙しくて気がつかなかった。前にもあったわよね。ごめんなさい。私、記憶をなくしていて。記憶を？記憶の手がかりを追ってこの町へ来たの。そういうことなら今度は私が手伝う番ね。私に何でも聞いてちょうだい。どうすれば。私一人じゃ。こりゃひでえ。噂以上だぜ。無駄足ではなかったな。可能の進みが早い。やはり砂漠の気候の影響か。団長の読み通りだったな。準備万端だぜ。あなたたちは？エール薬師団よ。救護を手伝わせてちょうだい。エール薬師団。団長、後の処置は頼んだよ、キャスティ団長。団長、私がエール薬師団の団長だった。あれは4年前、この争いが始まった頃。あなたがエイル薬師団を率いて援助に来てくれたのよ。そんなことが。エイル薬師団はカナルブラインでは疎まれていた。でもこの町ではまるで違う。先生、前線でまた怪我人が。私が行くわ。案内して。待って、危険だわ。あなたはここへ記憶を取り戻しに来たんでしょ。ええ、そうね。でも苦しむ人を助けるのが先決よ。キャスティさん、ありがとう。お願いするわ。こちらは任せて。
怪我人はどこ？そんなもんいねえよ。こっち側にはね。どういうこと？怪我人が出たと聞いたけど。ああ、それは敵国のやつらさ。今日こそとっちめてやろうと思ってここで待ち構えてたんだが、その先の砂地ででっけえ流砂が起きたらしくてな。奴ら丸ごと飲まれちまったってわけだ。まあ、天罰ってやつだな。戦わずして勝利だ。おっと、お出かけか。ええ、救助に向かいます。薬師として。敵を世話する気か。んな余計なことさせるかよ。行くよ。私のバット、えいっしょー。思考さあ、傷を癒したもん。こちらの番だな。世辞はいい、剣が錆びる。いますか？いたら返事を。今声が。見つけたぞ。おい、お前。あっちだわ。おい、助けてくれ。動けないんだ。じっとして、今行くわ。早くしてくれ。奴がまた来ちまう。動かないで。みんなひどく何かに怯えてる。何かに襲われた。いけない、体温が下がってるわ。まずは体を温めなきゃ。そこのあなた、火を起こせるもの、それから水を持ってきて。バカ言ってんじゃねえ。そいつら敵だぞ。水一滴たりとて。すべこべ言わずに早く。くそたれ。火種と水でいいんだな。
ありがとう。おかげでみんな助けられたわ。俺はもともとこいつらと同じだった。隣国の兵として不自由なく暮らしてた。やがて移民がやってきた。小さいガキもだ。そいつらを追っ払ってた。王様の命令でな。だがいつからか疑問に思うようになった。自分が持ってるもんは誰かを虐げてまで守りたいのかってな。無性に嫌になってこっち側に移ったんだ。薬師さんよ、あんたは大したやつだ。他人同士の争いに首突っ込んで助けるなんてな。争ってる自分がバカみたいに思いちまったよ。買いかぶりよ。ええ、みんなも無事よ。私は兵士長のグリフだ。行軍中に化け物に襲われ流砂に引き込まれた。化け物？まさかサンドリオンか。サントリオン？砂に住む魔物だ。普段はおとなしいんだがな。戦のドンパチで刺激されたんだろう。奴は暴れだしたら手がつけらんねえ。仲間を野営地に残してきた。危険だ。知らせに戻らねば。まあ待てよ。俺が様子を見てくる。私も行くわ。グリフさんはまだ動いちゃダメ。安静にしていて。すまない。さて行こうか。おせっかいな薬師さんよ。Shut up!
行開始。掃除する。いざ。どうしようかしら。はっ。ここからだ。とどめだ。欲しいなら取ってみな。邪魔だ。行くわよ。えいよ。狂気。オズワルド。おめえ。出番。傷を癒したのは助かったな。愛を求めよう。いざ。さあ。いや。そうですか。どうしようかしら。はっ。遅刻か。私。よし、それ。行くよ。クライム。ここか。富国の誇りとともに。誰もいない。まさかみんな崩落に巻き込まれて。助けて。待ってろ、今行く。危ない。うわっ。次の患者はさすが。やっやー。無理しちゃダメだよ。そいざ。まだまだだな。相手になろう。こちらの番だ。天下無双の構え。掃除する。そこで会いな。プランを考えねば。行くわよ。はっ。ちょろいな。行くよ。行くぞ。どうしようかしら。いやあ、ラリフリーは得意なの。やっ、それ。
勝機。私の番ね。はい。ここからだ。富国の誇りとともに。デボン、蛇は素早く聖火の光に輝くたまえ。さて、オーリオ、切り裂け。さて、行くぞ。ふっ、とどめだ。失礼しちゃうよ。そうだ、ここからだ。研究の粋を見せてやる。炎よ、燃えろ。そうです。傷を癒したまえ。ありがとう。行くわよ。ごめん。出番。よし。任された。世辞はいい。剣が錆びる。マンドさん、無事ですか？なんとかな。こいつも無事みてえだ。よかった、大きな怪我はないのね。ああ、サンドリオンはこの奥だ。巻き込まれた人たちを早く引き上げなきゃ。このままじゃ砂に埋もれてしまう。エドマンドさん、まだ動ける？みんなを上に引き上げてほしいの。あんたはどうするんだ、クソリスさんよ。サンドリオンをおとなしくさせてくる。バカ言うな。俺が仲間を呼んでくる。彼がもう一度暴れればみんな埋もれるわ。救援を待っている時間はない。でもお前、知ってる？薬師の仕事はフィールドワークが基本なの。大丈夫、私だって戦えるわ。おせっかいもここまで来たら見上げたもんだ。こっちは俺に任せろ。死ぬんじゃねえぞ。ありがとう。みんなをよろしくね。
どうしようかしら。はっやーっ。聖火の光に輝くたまえ。思考、愛を求めよう。あ、以上、行くぞ。さあ、えい。プランを考えろ。行くよ。聖火の光輝くたまえ。ここからだ。いや、とどめる。祖国の誇りと闘志。片付けなきゃ。遊ぼう。思考開始。あっ、オーリオ、切り裂け。裂け。レバン、立ち食らいで。プランを考えれば貴重な知見を得た。いたわね、サンドリア。ごめんなさいね。あなたが暴れるとみんなが困るの。おとなしくしてもらうわよ。巣に帰ってもらうわ。掃除する。傷を癒したまえ。すまない、ソローネ。行くわよ。はやーっ。深く。はっ。行くよ。
行開始。あ、見せろ。さあ、私の番ね。どうしようかしら。はっ、正気。地球の水を見せてやる。氷を切り裂け。そうとする。闇夜は怖い。さて、氷を切り裂け。出番か。傷を癒したも二人です。いざ、もののために。サバク体験賞ブランドよ。私の番ね。手加減なしよ。やっ、行くぞ。どうしようかしら。この手で。見せろ。傷を癒したもの。思考開始。行くよ。闇夜は怖い。行くわよ。えい。ラスト、任された。あとの力は滅断。さて、ユリ。掃除する。はあ、悪いこと。本気出すか。やってやるよ。闇夜は怖い。出番か。そうだ、私の番ね。救いの手。開始。ここからだ。
さて。手加減なしよ。やりくりは得意なの。行くわよ。救いの手プランを考え、近い先生、行くよ。闇夜は怖いな。こちらの番だな。いや、おめえ。かっこいい。私の番ね。行くぞ。どうでする。傷を癒したもん。すまん、ソロンで。以上か。見せろ。行くわよ。行く。よし、これ。ここからだ。会心の槍。こちらの番だな。せい。さあ。聖なる光。ここからだ。とどめだ。立派ね、光くん。任せたわよ。ありがとう。行くわよ。行くよ。闇夜は怖い。いざ。世辞はいい。剣が錆びる。また暴れないといいのだけど。揺れと崩落は収まった。これで砂に埋もれた人たちの救助を進められる。残る問題は人間同士の争いね。エドマント、まさか貴様に救われるとはな。
移民たちは我が国を食い荒らすだけだと思っていたが、どうやら思い違いをしていたようだ。帰ったら王に進言する。武器を置き、少しずつでも移民を受け入れようと。礼を言っとくぜ。あるおせっかいから教わったのさ。誰かを憎むより手を取り合う方がいいってな。同感だ。あなたには助けられた。主君の薬師さん、エール薬師団です。はい。多くの患者を殺めたならず者たちだと聞いていた。それは誤りだった。こうして我々を救ってくれた。当然のことをしたまでです。記憶をなくしているそうだ。何か。私が聞いた噂に気になることがあった。噂ですか。ああ、エール薬師団についてだ。エール薬師団のこと、つまり私とその仲間のこと。この人に聞いてみれば何か思い出せるかもしれない。誰もいない村、そしてあ、紫色の雨。もっと触れ、もっとだ。自分のしていることが分かってるの？はい、団長。僕はエイル薬師団の信念に従っているんです。一人でも多くに救いの手を。これは救いの雨なんだ。何か思い出せたかね。それでは失礼するよ、薬師さん。あのおぞましい雨は
そして場のローブの人物は思い出せない。あの記憶で見た場所できっと何かが起こった。何か恐ろしい悲劇が。思い出さなきゃ。ここがウィンターブルーム。医療日誌によるとこの町に来たことがあるみたい。記憶にはないけどなんだかホッとする。おやおや、まあまあ。何の騒ぎだ？帰ってきたんだよ、キャスティ先生が。キャスティ先生？お帰りなさい。みんな待っていたよ。私をご存知なのですか？何言ってんのさ、恩人を忘れるもんかい。ごめんなさい、私記憶をなくして。この町に来たら何か思い出せると思って。だったら俺らに何でも聞いてくれよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。皆さん、ありがとう。先生に聞かれると何でも喋っちまうぜ。でも先生のことはローサ様が一番知ってるよ。ローサ様？この町の領主様さ。お屋敷は町の北西にあるよ。ご親切にありがとう。早速行ってみるわ。
これはこれはキャスティ様、この人も私のことを知ってる。突然失礼します。ローサ様にお会いしたく。町の者からも聞いております。さあさあどうぞ中へ。ありがとう。そのままで、ローサ様。ローサでいいわ、以前のように。記憶をなくしてしまったそうね。それより薬を。大丈夫、薬ならあるわ。この薬を作ってくれたのがあなただったのよ。私が？不治の病にかかり、何人もの薬師がサシを投げた。でもあなたは違った。命の恩人よ。そうだったの。聞かせてくれてありがとう。少し見ていいかしら。薬で緩和されているけど、全身に麻痺の症状が出ている。このままでは一月ともたない。分かってるわ。私の命はあとわずかしかない。でももう少しだけ生きていたいの。ローサ、お母様、薬を持ってきたわ。薬草園？キャスティが作ってくれたのよ、お母様のために。今のローサに合った薬が作れるかもしれない。薬草園を見てもいいかしら？ええ、もちろん。薬草園は屋敷の脇よ。先に行って鍵を開けてるわね。ローサ、ゆっくり休んでいて。キャスティ様、ローサ様のご容体は？正直に言うけど、長くはないわ。でも必死に生きてる。かろうじてつなぎ止めるように。
老佐様がご無理をなさるのは家督のためでしょう。メリア様は11歳、12歳になると継承権を得ます。しかしその前に老佐様が亡くなると継承権は別の親族に移ります。老佐はメリアに家督を継がせたい。だからメリアが12歳になるまで生きようと。私が薬を作ってみるわ、羊さん。老佐の願いのために。よく育っているわね。キャスティに教わった通りお手入れしてるからメリアはお母さん思いね。お母さんに薬を作りたいの。いくつかもらってもいい？もちろんよ。老佐の衰弱は進行して麻痺が出始めている。あの薬草の方が効果があるわね。ウロシズメの葉、スノーグラス、それにブラッドベリーの実ね。メリアに場所を聞いてみましょう。ありがとう。これでよし。ありがとう。薬師として嘘はつけない。ごめんなさいね。いいえ、ありがとう。覚悟はしていたわ。ずっとお母様のそばにいたから。お母様は病気になっても町のことを何より考えているわ。私がその後を継いでお母様を安心させてあげたい。でも早く12歳にならないと。ごめんなさい、私ったらこんな話。いいのよメリア、あなたの願いは私が叶える。
一緒に薬を届けに行きましょう。グレック、何の用かしら。失礼しちゃうな、見舞いに来てやったのに。おや、こないだより悪くなってるんじゃないか。いい加減楽になりなよ、僕に家督を譲ってさ。誰だお前。キャスティよ、ご存知ないかしら。キャスティ、あ、思い出した。お前はエイル薬師団の。薬を作ったって無駄だぞ、どうせローサーも。グレック、それ以上の無礼は許さないわ。なんだよいきなり。お話があるなら当主の名代として私が聞きます。にらむなよ。僕は大事な客人だろ、見送りくらいしてくれよな。分かったわ、私がして差し上げます。メリア様。いいから私に任せて。くそ、なんでこんな時に来るんだよ。ごめんなさい、グレックは私のおいでね。悪い子ではないのだけど、この町を変えたいと考えてるの。でもあの子のやり方は強引で、町の人の生活を無視している。だからメリアに家督を。ごめんなさい、少し疲れたみたい。ローサー、新しい薬を作ったの、今用意するから。これを飲んで。ありがとうキャスティ、だいぶ楽になったわ。あとはゆっくり休んで、眠れば薬の効きも良くなるから。キャスティ、あなたは変わらないわ。あの言葉、一人でも多くに
救いの手をだったわね。ん？記憶をなくしてもあなたはあなたのままよ、キャスティ。ローサ、キャスティ様。屋敷の前にこの手紙が。手紙？薬師へ、メリアを誘拐した。返してほしければ一人で盗賊街の酒場に来い。これは？屋敷中探しましたが、メリア様の姿はありません。ああ、なんてことに。羊さん、盗賊街の酒場って？町の北側ですが、あの辺りは危険です。まさか。メリアは私が助けに行く。しかし、ローサのそばにいてあげて。大丈夫、私なら心配いらないわ。キャスティ様。それ以上近づくなよ。メリアに何をしたの？少し薬で眠ってもらっただけだよ。僕さ、暴力って嫌いなんだ。こんな真似をして私に一体何を望んでいるの？簡単なことだよ。ローサの治療をやめてこの町を出て行ってほしいのさ。あなた、そうまでして家督を？僕はね、クロックバンクのようにこの町をすっごい町にしたいんだよ。でもローサは頭が固くて全然話を聞いちゃくれない。だから僕が領主になれば町を変えられると思ってね。ローサは今も必死で病気と戦っているのよ。だからだよ。悪化する前に僕に家督を譲って休めばいい。ローサにもそう説得してるんだ。だから今は邪魔しないでくれよ。君が黙って出て行ってくれればメリアはちゃんと返すよ。黙って聞いてりゃかったりーな。要するにこの女追っ払えばいいんだろ。もっと手っ取り早い方法があるぜ、お坊ちゃんよ。何する気だ。女次第だぜ。金を取られたいか命を取られたいか。やめろ。立ってるだけでいいって言ったろ。
あなたたち、今すぐ出て行けば見逃してあげるわ。ニック、マック。へい。出て行くのはあんたの方だ。金目のものを置いてら。ニック、待ってて。こちらの番だな。プランを考えねば。見せろ。さあ。はっ。さて。はっ。さあ。やろう。ここからだ。あ、これで通る。出番か。傷を癒したの。状況は好転しろ。行くわよ。どうだい。行くぞ。開始。見せろ。行くよ。傷を癒したの。どうしようかしら。行くよ、お前たち。ガンデン承知。よっ、親分。出番。やってやるよ。はぁ。こちらの番だな。ごめん。お願いしな。遊びは終わりだよ。傷を癒したの。すまん、ソロ。行くわよ。もう大丈夫。俺は行くぞ。よし。へい。へい。ここからだ。はっ。行くよ。傷を癒したのです。さて。見せろ。やっ。このままじゃ。もう大丈夫。
私の番ね。もう大丈夫。見せろ。さて。蛇は素早いよ。傷を癒したまま出番か。ちょっと飛ばすよ。やろう。どうだい。行くよ。さて、もう大丈夫。もう一度だ。私の番ね。もう大丈夫。ありがとう。オズワルド。傷を癒したもの。ごめんなさいね、ゼロ。行くぞ。そののために。レッスンだ。掃除する。やってやるよ。蛇は素早いよ。行くよ。よし。行きます。おね。待ち。オズワルド。もう大丈夫。俺は。いざ、この力を攻撃する。傷を癒したもの。ごめんなさいね、ソロイン。よっ、親分。はっ。さて、氷よ、切り裂け。裂け。もう大丈夫。ありがとう、キャッシュ。行くよ。やってやるよ。傷を癒したまま。礼を言う。掃除する。傷を癒したまま。すまない、ソロ。どうしようかしら。カリフリは得意なの。
降りよ、霧の大石風。ここからだ。どうだ。思考開始。ああ、害を求めよう。降りよ、霧の大石風。出番。私の番ね。もう大丈夫。ありがとう、キャス。こちらの番だな。行くぞ。獲物のために。検証ブラッド。さて、研究の推移を見せてやる。氷よ、切り裂け。そうですよ、蛇は素早いよ。闇夜は怖いマジックスティールロック。行くわよ。救いの手よ。えいっ。ああ。害を求めよう。氷よ、切り裂け。私の番ね。もう大丈夫。ありがとう、キャッシュ。行くよ。傷を癒したまえ。ごめんなさいね、ソロージ。ここからだ。使わせて。そうです。そこ。プランを考えれば。足を狙う。行くぞ。さて、突撃弾。へい。出番か。ここからだ。騒ぐ。まだまだだ。僕はこんなつもりじゃ。私にあなたを裁く権利はないわ。だから自分が何をしてしまったのか、しっかり反省して。ローサと話をなさい。メリア、怪我はない？大丈夫よ。ありがとう、キャスティ。さあ、帰りましょう。お母さんが待ってるわ。ありがとう、キャスティ。なんとお礼を言えばいいのか。お礼には及ばないわ。当然のことをしたまでよ。薬を飲んで
今度は安心して休むのよ。リリーはっ、グレンビル家への忠誠に感謝します。ローサ様、グレッグ、なんだよ。この町を頼んだわよ。メリアと協力して町の人の声を聞いて、ゆっくりと町を良くして。良くする。だからローサも一緒に町を見てよ。ありがとう、キャスティ。ローサ、何かを話したそう。聞き出してあげましょう。ねえ、キャスティ、私はもう少し生きることができるかしら。あの子の誕生日まで。気を強く持って、ローサ。メリアに後を継がせる、それがあなたの願いでしょ。でも、それは当主としての私の願い。え？私の本当の願いは、あの子の幸せよ。本音を言うとね、家督なんて継がなくてもいい。
一日でも長く生きて、あの子の誕生日を祝ってあげたい。ただ、それだけなのよ。ローサ。ありがとう。あなたのおかげよ、キャスティ。いいえ、ローサ、あなたの力よ。になります。だから安心してね。その前にそんなに大きくなったの。あなたは私の誇りよ。お母様。メリアはもう立派な当主ね。そういえばトルーソーさんはどうしてるかしら。トルーソー、あの方も本当に優しかった。また会いたいわ。トルーソーさんのことまだ思い出してなかったの？初めて聞く名前ね。一体誰なのかしら。僕の妹は天命だったんだ。お母さんまで死んじゃったら、私大丈夫だよ、メリア。君のお母さんはきっと良くなる。
僕がついてるからね。不治の病だ。駆け出しの僕には、くそ、僕はなんて無力なんだ。あなたたちは、エール薬師団よ。ローサさんを救いに来ました。一人でも多くに救いの手を。思い出した。一人でも多くに救いの手を。それがエール薬師団の信念だった。そしてこの町で出会ったトルーソーという青年は誰？ダメ、思い出せない。何かとても大切な記憶のはずなのに。ダメ、考えているだけでは前へは進めない。進みましょう。記憶を取り戻すために。愛の町、そしてウィンターブルーム。医療日誌に記された記憶への道しるべ。それをたどり思い出せたのは、エール薬師団として活動していた時のこと。そしてあの、あ、マレーヤ、どうしてここに？私、あれから少しずつ思い出したの。あなたと私は以前にも会っていた。ああ、そう、私はあなたと同じエール薬師団だった。教えて、マレイヤ、どうして他人のふりをしたの？ねえ、マレイヤ。私は答えることができない。
ヒールリークスの村。ヒールリークス。今の記憶は。そこであなたを待つ。マレイア。ヒールリークス。ヘール薬師団はそこにいるの？そこで何があった？ダメ、思い出せない。行かなきゃ、全てを思い出すために。